ジャバーベアジア新聞チャンネルの矢田美容でございます。今日はインドと中国が今火花を散らしている状況で、台湾メディアがこれを伝えておりましたので、簡単ではありますがまとめてみました。まずどの分野で火花が散っているかということなんですけども、軍事面、外交面、水源面、そして経済面においてでございます。まずは一つのニュースを取り上げてみたいと思います。毎度おなじみ自由時報より、タイトル、中印国境で衝突、150人の兵士が殴り合い、11人負傷。インドと中国の国境に対する考え方が異なるため、時々国境でいざこざが発生しているが、両軍軍人が5月9日インド・シッキム州北部の印中国境付近で大規模な乱闘があり、インド兵4人、中国兵7人が負傷した。インドのヒンドゥスタン・タイムズの10日の報道によると、シッキム州北部の海抜5000メートルにあるナクラ地方で、インド兵が巡覧中に中国兵に出くわし、突然激しい殴り合いが始まり、両軍合わせて約150名が参戦し、そのうち4人のインド兵と7人の中国兵が軽い怪我をしたと伝えた。しかし双方が対峙している状況はすでに解決しており、またこれ以上騒ぎになっていない。インドのある軍人は、ナクラ地方はいざこざが頻繁に発生する地域ではないことを漏らした。2017年8月、印中両国の軍隊がかつてラダック地方のパンゴン湖付近で衝突したことがあり、当時は双方とも投石し、相手を攻撃し、両軍とも負傷者を出したが、最終的に30分後にそれぞれ各持ち場に戻って収束した。同年、両軍隊はドクラム高原において73日間対峙して、その後双方とも撤退し、緊張が緩和したという過去がある。はい、以上が記事の和訳でした。5月9日に発生したナクラ地方での衝突以外にも、5月5日にはパンゴン湖で同じく殴り合いの喧嘩があり、そして5月31日にはこちらのビデオのように1人の解放軍の軍人がインド軍人によってボコボコにされるという映像も流れております。これに関してインド軍はこの映像を否定し、北部地区において衝突は起きていないと発表しております。ではこの事象について中国ではどのように報道されているかというと、通常メンツを重んじる中国においては、このように外国にボコボコにされる様は屈辱的な意味を持つので、拡散はされることは非常に少ないのですが、どうやら拡散されています。その意味としては、この映像を見せることによって怒りの矛先をインドに向けようと仕向けていると台湾メディアは捉えているようです。というのも、今まではこの国境の軍事バランスは、この高原へ陸路が整備されており、いつでも兵を輸送できる中国側が有利だと言われておりましたが、今年1月1日に就任したインドの陸軍参謀総長ですが、就任にあたり述べたこととして、彼の一番重きを置く任務は印中国境の武力を強化するということでございました。そして就任後すぐ国境付近の橋梁8ですねを1ヶ月弱で40トンクラスの車両が通れるように修繕し、今年中に74本、来年中には20本ほどの橋を強化する計画を打ち出しております。これの意味としては、国境付近で万が一何かがあった場合に、中国はすぐに増援できるインフラを持っているのですが、インドはインフラ面でそれができずにいましたが、橋を直すことですぐに戦車や兵を輸送するトラックなどを配置することができるということになります。しかもですね、最近このバンゴン湖の近くにインド軍は C-130 輸送機が着陸できる飛行場を建設しているため、いつでも輸送機とトラック両方で国境付近に兵を配置させることができるようになると伝えられております。ということで、人民解放軍としてはなるべくパンゴン湖での優位性を保ちたいがために、インド軍の増強に焦りを感じており、それを早い段階で潰すにも、国民に反インド感情を高くしておいた方がやりやすいために、現在ネットでは先ほどのメンツを失うような
解放軍がボコボコにされる映像にあえて規制をかけていないと台湾の国際情勢に詳しい人物は語っておりました。通常メンツを失ったり反体制的な映像や画像、文言は規制されるのにそれがないということは紛争を起こすための国民の雰囲気作りとは断言できませんが、反インド的な感情を国民に持たせる目的があるのは間違いなさそうですね。さて、軍事的な話をばかりをしていると YouTube にあまりよろしくない動画と判定されることがあるので、今度はインド中国間の別の話題をしたいと思っております。先ほど軍事面以外にも水源や経済面でも対立していると述べましたが、今度は外交というか SNS 的な話となります。アメリカホワイトハウスの報道官が記者会見で世界保健機関が中国寄りだと批判した件で、国務省や国連に常駐する代表部などがツイッター上で台湾の WHO 参加を呼びかける声援の輪が広がっていたのはご存知でしょうか。5月1日、ケイリー・マクナニーアメリカ大統領報道官はホワイトハウスで記者会見を行った際に、あの流行り病に言及し、台湾が昨年末、人から人へ感染する可能性を警告していたにもかかわらず、公開しなかったとして、WHO が明らかに中国寄りだと批判しました。そして、アメリカ国務省国際機関局は、同じ1日、公式ツイッターで台湾の WHO 年次総会参加を支持する活動を展開し、感染症との戦いには台湾が必要だ、台湾の声が聞き届けられる時が来たと WHO に伝えようなど、複数のツイートにハッシュタグツイート for 台湾をつけて拡散を呼びかけました。これに様々な国の機関や著名人も反応し、瞬く間に世界中で広がったのですが、残念ながら日本ではそれほど広がっていなかったようです。私も全く気がつきませんでした。ただこのハッシュタグがどのくらい盛り上がったかという具体的な総数は見つけられませんでしたが、どこの国がこのハッシュタグをツイートしたかについては面白い結果が出ていました。はい、トップはインドとなります。このグラフをご覧ください。49%、つまりほぼ半数がインドということになります。ただこれにはまた別の見方があり、別の調査ではインドが 32%、台湾が 19%、アメリカが 15% というものもあります。サンプリングの数が400ちょっとと8400とあるので、おそらくこちらの方の図の方が正しいのかもしれません。いずれにしてもインド人の WHO への不信感、台湾への友好的な様子がわかると思います。敵の敵は味方という感じなのかもしれませんね、と思っていたのですが、そうでもなさそうです。はい、次は経済面的な話からも述べていこうと思います。現在、インドのモディ首相ですが、1999年に台湾を訪問したことがあり、当時は人民党の党首だったのですが、その際に多くの科学技術関連の企業を訪問しております。ところで皆さん、台湾の IT といったらどんな会社を思い浮かべますか？ ASUS、Acer、Gigabyte といった PC ハードウェアメーカー、そして NEC や東芝のノート PC も結局は台湾が OEM などの形で関わっております。つまりは IT のハードウェア的な部分を担っているのは台湾と言って過言ではないと思います。そして今度はインドの IT というと、私が真っ先に思いつくのはインド人プログラマー。はい、そう、つまりはソフトウェアですね。ソフトウェア分野で非常に優秀なイメージがありますが、実際にモディ首相が台湾を訪問した際に言った言葉が非常に重要になるかもしれません。インドのソフトウェアは非常に大事です。もしインドのソフトウェアが台湾のハードウェアと一緒になれば、これ以上のお似合いのペアはない、と言っておりました。そんな縁もあるのか、モディ氏がインド首相になってから、多くの台湾企業がインドを訪問しております。しかも首相というのは非常に忙しい身分でありますが、例えば本杯の郭台銘氏がインドを訪問した際だけでなく、ウィストロンなどの企業がインドを訪問した際にも、モディ首相はほとんど会談を行ってくれるという台湾びいきの首相でございます。おそらく狙いとしては世界の工場、中国という部分で、
台湾企業を招致して世界の工場という名前をインドに持ってこようとしているとの見方があります。実際1人当たりの GDP はインドが2000アメリカドル、中国は1万ドルという単純計算ではありますが、インドでは中国人1人雇うコストで5人雇えるという形になります。そして中国から工場を移転させたのであれば、土地の無償もしくは破格の土地代を提供するという仕組みを作ったり、関税に関しても優遇するなどの計画を出しております。先日の動画でもアップル社が生産能力の 20% を中国からインドへ移転させるというニュースをご紹介しましたが、それはインドでの生産率が 30% 以上であれば優遇政策を受けられるというものもあるようです。いずれにしてもインドは現在世界の工場と言われている中国にある生産拠点をインドに呼び込もうとしているのは確実だということを台湾のニュースからお分かりいただけたと思います。ただご存知の方も多いと思いますが、台湾企業からも実際に現地で視察したものの、せっかくいい人材がいてもカースト制度上で上層部から反発があるだとか、電力供給が安定しないこともたまにある、衛生面に難ありというインフラ設備の面などで様々なハードルがあるのも確かなので、そんなに簡単に工場をインドへ移転させられるかという問題も存在していると報告されております。いずれにしても日本のスズキが中国市場でなくインド市場で成功していると聞きますので、数年後、十数年後には世界の工場になっているような気がします。いやー、インドと中国の国境においてなかなか緊迫していますよね。それだけでなく、中国国内でも共産党内部での闘争が激しくなっていると言われております。外にも内側にも敵だらけという感じですね。はい、それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。